ショップの例株式会社リーガルコーポレーションは、紳士、夫人、その他各種物の製造、販売、修理を行う日本の企業。通称は自社のブランドでもあるリーガル。旧社名は日本製菓株式会社。1870年に日本初の製菓会社、伊勢活造靴場を設立した実業家、西村活造が中心となり、 1902年1月21日、東京府東京市京橋区やリア町に日本製菓株式会社を設立、これを創業とする。大倉組比較製造所、桜組、藤田組比較製作所、福島合名及び東京製側のうち、それぞれの製菓部門を各社から切り離し、統合したものである。翌1903年2月には本店を、 東京府南足立郡戦時町中組に移転し、同所に本社、工場を新設。同年5月には、軍貨の生産、販売を開始し、帝国陸軍を顧客に、菓子官平用の緩急品たる変和靴や長靴を、主に製造、納入。1907年4月1日には、大倉組比較製造所、桜組東京製側のすでに統合された、生家部門以外、 および今宮製革所が合併して日本比較株式会社が創業。これが現在の日比の前身となっている。日比とリーガルコーポレーションは相互がそれぞれの筆頭株主である。1945年第二次世界大戦敗戦により同年10月より民主に転換、戦前より続くグッドイヤーウェルト製法の新種物をメインに生産、販売する。一方で かつて軍需に携わっていた経験から自衛隊向けの半長靴の製造、納入も行っている。1961年11月にアメリカのブラウン社との技術提携によりリーガルブランドの靴製造を始める。1970年10月には東京駅八重洲口に初の直営工売り店を開店。1990年4月にはブラウン社より リーガルの商標権を取得。同年10月には、現社名である、株式会社リーガルコーポレーションに変更。同年12月にはジャスダックに、店頭登録した。2004年ジャスダック証券取引所に株式を上場。2005年7月には、伊藤中小児グループとの合弁会社、上海霊革屈業有限公使を、中華人民共和国、上海市に設立。 2006年香港に海外調達の拠点として香港霊革屈業有限講師を設立。2008年中国チャンス賞に海外生産拠点として蘇州霊革比較製品有限講師を設立。2010年8月23日、本社、本店を系列市会社と共に従来の東京都足立区から千葉県浦安市に移転。2012年新市屈。 ブランド、シェットランドフォックス1号店を出店。新宿靴ブランド、ケンホード1号店を出店。ありがとうございます。